恋とすね、待っててくださいね。続きまして、最高なメールも届いております。北海道のコマンド吉田からです。やっぱり赤い公園のライブを見ることができたのが最高。北海道旭川でのライブを見ん、ライブへ行ったのですが、難易度の高い楽曲をビシッと決める4人の姿に鳥肌立ちまくる。そして狼の遠吠えを逃亡と言い続ける佐藤先生、脳みそとろける2時間、間違いなく最高でした。ありがとうございます。こんなの佐藤にとっては序の口なんですけど、心取り小泉 in エコール泉。司馬遼太短編傑作選がお聞きいただけます。宮キューズモールベースにある町ライブラリー。